はい、えー、こんにちは、くんです。ということで、ラジオ動画、やっていこうかと思います。えー、くんさんへ。えー、くんさん最近 YouTuber を見ると、どの YouTuber もアップデーの情報ばっかりです。ははは。これ見て笑ってたわ。えー、このままではゲーム実況はしたのでしょうかえー、よかったら意見をください。えー、Twitter の DM に来てました。えーっとね、うんー、まあ、最適解っていうのがあって、 ま、何度も何度もこの話しているような気がするんですが、えー、まあ、何事にも最適解というのがあるんですよ。で、えー、当たり前だけど、最適解をした人が上に行くんですね。例えば、ま、あそうだな。<laughs> ま、ゲームで例えようか。わかりやすくゲームで例えましょう。えー、ゲームで例えると、まあ、PUBG で M416 を使う。まあ、強いよね。KR と M416 を持つレベル3ヘルメットをつける。レベル3、 ベストをつけると。ヘルメットをつける。これをやれば、まあ最適解だよね。だから、まあそれをつけてる人の方が上に行く確率って高いじゃない。で、YouTube のゲーム実況はおそらく今アップデート情報を最新でリークするのが、えー、まあ一番最適解になってしまっているかもしれないですよね。で、えっ、ー、とー、まあ、 ゲーム実況自体がどうなるかまあ、ともかくとして、まあ、えっ、ー、とー、そういうことをしていったらどうなるか、想定してみようか。みんながゲーム実況っていうか、どっちかっていうと最新情報のアップデートのリークを追いかけ続けたら、確かに全員で死んでいくような気はするよね。なんとなく脳内シミュレーションしてみると、うーん、まずコンテンツの差異がなくなるよね。早く出した方が強い。 ってことになななるんじゃないかな例えば、こう、何か、そうだな、まあ。新しいアサルトライフルが出ましたよってなった時に、早く出した人間が一番強いって形になるよね。ってなると、その、じゃあ、アサルトライフルを、についてさっさと紹介して、1秒でも1分でも30分でも早く、えー、届ける。 な最速チャンネルみたいな風にするのが、実際今の最適解かもしれない。そして、えー、まあ、速ささえ担保できれば、割かし、まあ、簡単にそれが実現できると。まあ、もちろん、アップデートの内容って気になるし、再生数全然違うんですよ。で、まあ、ただ、 まあ、差がなくなってくるよね、コンテンツに多分。差がなくなってくる感じはする。<laughs> まあもちろん俺もアップデートの情報とかを絡めた動画は作るんだけど、その、アップデートがあるゲームはね、例えば第五人格で新ハンターが出たら新しいハンターの動画撮るかとかっていう風にやったりとか、やっぱするし、やっぱ見たいって思う人も多いはずなんですよ。ただ、うーんー、まあ、 どうなんだろうね。みんながその最適解に気づいたとき、何かが破綻するような気がしなくもない。<laughs> 確かに、この質問してる人の言ってることは、もしかしたらそうかもしれないね。その、みんながそれをやってしまうと、まあ、崩れるかなっていう気はするよね。し、まあ、面白くなくなると、なんか、情報がメインになってしまうというふうなことかもしれないね。だから、こう。 なんか YouTube も早くこうスポンサードする文化ってのが早くできてほしいよね。その、やっぱり最適解やっちゃうんですよみんな。それは悪いことじゃないと思うのね。それは悪いことじゃない。俺はそれをそれを否定してるしてるわけじゃないし、俺は別にいいと思うんだけど、ただ最適解をするの当然なんだよ。だって、ショットガン持たんでしょうみたいな。サブマシンガン持たんでしょうみたいな。で、例えばじゃあ、ショットガン持ったら、 オワコンとか言われて、バカにされたりするんだよね。お前再生数下がってんじゃんとかって言って、バカにされたりするじゃない。そんなのね、まあ嫌じゃん。普通にやってたら。だから、じゃあ再生数取りたいなって思うのが、まあ普通の考えだよね。ってなるとやっぱ最適解をやっちゃって、結果つまらなくなる。だからやっぱ、俺昔から言ってるけど、数字イコール面白いわけじゃないと思うんですよね。あの、前の動画で、前のタトゥーに関する動画でも言ったんですけど、 えー、やたらランキングというものを気にするっていうのは、あんまやめた方がいいかなっていう気はします。あの、見られてるもの、人気なものが面白いんだっていうと、俺はそうじゃないと思うし、あのー、ちょっとち、それは違うのかなって思います。なので、えー、まあその、オワコンと言われても、たとえどんなに、お前、ザコだな、PBG って言われ続けても、それでもショットガンを使い続けますよって人を応援するには、やっぱり課金とかしかないのかなって気はする。 その客単価を上げてあげる。応援してあげる。なんだかしらの手段で応援してあげる。あの、広めてあげるとかでも俺はいいと思うよ。そのお金を払わなくても、その広めることだったらできるし、広めてあげるとかっていうことも応援の一つだとは思うんだよね。はい。えー、まあ、ということで、えー、まあ、まあ、そうだね。広めることっていうの一つの応援かな。うん。その0.1円が0.2円になるし、もしかしたら0.1円が0.5円になるかもしれないっていうね。まあ0.1円とかではないんですが、 えー、そもそも <laughs> まあそんな感じでえーまあ好きなことをすると死ぬからね YouTube はすぐにほんとになんかだってさうんじゃあそうだねデペゼン地球さんっているじゃないですかで彼らって面白い動画配信したりコラボしたりしてるよねでも彼らって現場は YouTube じゃないじゃないですかその DJ として曲を作って武道館に 生人だっけ呼ぶっていうのが、まあ、彼らの目標なわけで、あのー、彼らの、ま、ミッションなわけなんですよね。で、やっぱ俺、現場を持つっていうのって結構いいの、大事なんだなーっていうふうにちょっと思ったかな。やっぱそういう人って応援したくなるじゃない。そうなってくるとさ、じゃあ、自分の現場って何なのかなーっていう、何がしたいのかなーみたいな。今でもしたいことって言ったら、<laughs> ま、か、ま、結構、界隈の人伸びてほしいなーとかって思ったりはするよね。その、 あとは、なんか、割と楽しくてやっちゃってる感じになっちゃってるんですよね。ちょっとそこ悩みなんだよね。楽しいことはいいことだし、その再生数、人狼ジャッジメント伸びてるんですよ。ただいいことなんだよね。だけど、それでいいのかなみたいな、こう <laughs>、ちょっと思ったりなんか。 してるかもしれないねで。あともう一個ちょっとこの質問も読ぼうと思ったんですけど、ちょっと一回区切ってから読むかどうするか迷ったんですけど、え、くんさん昔のコンテンツを捨てないでください。BF はやらないんですかみたいなコメントがありました。えー、っと、私はもともと、えー、私の昔のコンテンツを知ってるなら、なんでこのいうコメントを書くんだろうと思うんですけど、私はもともとコンテンツを捨てるのが嫌いです。なので、えー、できるだけ、全部が全部いっぱいやりたい、やってあげたいなって思うので、結果、 動画の投稿本数が上が上ってるんですよ、えー、例えば多分人狼系の動画っていうのはこれから人狼が廃れても多分人狼系のキッズがいる限り上げ続けてあげないとなって思っちゃうしあげたくなると思うんですよで他のについてもそうだよね、まあ、マイクラもちょっと <laughs> あの頻度は落ちているものの 完全に切り捨てたりはしたくはないなと思っていて、本当は切り捨てるべきなんだけどね、数字だけで見ると。あの、FPS とかもそうで、あの、私の、こう、チャンネルの数値で、まあ、驚くべき数値というか、面白い数値があってですね、えー私、2016年12月まで、編集者を雇っていなかったんですよ。その、編集をがっつり入れてなかった。まあ、編集頼んでたことはあったけど、がっつり編集者を雇って、もう、チームとしてやってくぞ、みたいな感じのところはあんまなかった。 で、2016年の12月10、2017年の1月ぐらいから、えー、FPS 以外の動画にもちょっと力を入れようと思って、だったら編集がいるだろうって思って、編集を入れるようになったんですよ。したら、めちゃくちゃ再生数も伸びだし、登録者数も伸びました。つまり、これが何を物語っているかというと、FPS というのは最適解じゃないんですよ。あのー、まあ PUBG っていうのが、俺の中では今 FPS 湧くと思ってるので、ね、 あのさすがにね、バトルフィールドはもう全クリしました。あの日本一取った、アジア1位も取った。正直、ん、もうゲームとしても吸い尽くしたし、個人的にもやり尽くしたと思ってるから、まあ、BF5 が出たらやるけど、さすまあ、あと、あれかな、9月3日ぐらい、2日か3日、まあ、?3 日にしよっかなと思ってるけど、みんなで、ね、BF4 久しぶりにリスナー参加型でやろうかなとかは思ってるけど、ただ、毎日 BF4 や,やるっていうのはやっぱ無理だよね。俺も、 好きでや,るや,るやりたくもないしその、今やりたいとも思ってないから、そのやっぱ難しいかなっていう。別に BF とかを捨ててるつもりはないし、多分今後も捨てないと思います。そのもちろん BF5 やり尽くしたらやらなくなることあるかもしれないけど、まあシリーズものだし、そこは。あのまあ何かがあったらやる感じになるかなと思います。 まあ、そんな感じかなあ。あまり捨てるのは好きじゃないんだよね、コンテンツを。特に BF に関してはね、なんか、いや、これオープンレックとかでも話したんですけど、500人ぐらい視聴者がいたんですね。で、オープンレックって言ったら、まあ結構コアなクンリスナーがいて、でクンさん BF5 でも絶対大会でやって、えー、なんかまた日本一取ってください。アジア一取ってくださいっていうコメントがあって、 それについてちょっと話してさ、じゃあみんな BF5 で e スポーツするって聞いたら e スポーツやりますって言ってる人1人しかいなかったね、500人の中に。何十人、まあコメントしてるのが少ないからとかじゃなくてコメントも何十コメントも流れてるけど全然いないのよ。いや、俺はやるよみたいな人がいない時点でやりたい人はいないんですよ。だから私がやりたいやりたくないとかに関わらず、まあ、もう無理なんですよね。 その人口がいなすぎる。e スポーツを BF5 でやりたいっていう人口が少なすぎて、で、こう、なんか、BF4 で世界一目指してくださいみたいなのを、な何を化石みたいなこと言ってるんだっていうのは、ともかくとして、言う人がまだいるんですが、えー、残念ながら、当時、アジア1目指してた当時もうん、そもそも世界を目指せる大会がなかったです。あの、ヨーロッパ勢と試合をしようとしたんですけど、 日本のチームって言って、なんかワロスみたいな感じでバカにされて終わりました。で、ヨーロッパの大会にも出ようと思ったんですけど、やっぱピンがひどすぎて試合にならないし、楽すぎて話にならないから、もう、大会も、もうダメだったと。その、出る、出るような大会がもうそもそもないし、えー、まあ、そういうものだったんですよ。チャンス、も世界の大会なんてものがないし、アジア勢にそのチャンスは全くゼロ、ない。 っていうのが現状だったので、当時すらもなかったっす。BF5 であるかまあないでしょう。おそらく。あの、BF1 でそういうクラン戦とかの流れがもう、ついえたので、おそらく5ではない。もっとない。と思われます。なので、<laughs> 無理です。多分私がやりたいやりたくないじゃなくて、多分無理なんでしょう。多分コミュ,コミュニティとして。ただ、ただね、だ俺、俺は、TPS よりも FPS の方が好きなんですよ。 俺はね、あのー、だから、俺は FPS 流行ってほしいと思ってんのよ。<laughs> 実際は。TPS そんな好きじゃなくて、まあ、TPS なんか、うん、街強い、街強いじゃん。だからあんまりなんか、あーみたいな感じで <laughs>、こう、俺がソロで PUBG やってるのが見たことないでしょ。ソロでフォートナイトとか。まあ、嫌なんだよね。なんか TPS とかでガンマシされてる、ダラ,ラッ排脂肪、死チーンみたいなのがすごく嫌で、 えー、やってないですがまあ BF が出たらねちょっとやりこもっかなとは思ってるのであのそんな絶望しないでください多分大会とかはおそらく開催されないんじゃないかなしたするっていう人がいたら、まあ、全然もう実況とかもうなんか手伝いたいなとは思ってるんだけど盛り上げる手伝いができたらなとは思うけどあのー、まあね、まあ、望まれないかもしれないけどねまあ なんだろう盛り上がったらいいなとは思ってるけど。まあ BF5、結構旗色は難しいよね。完全にフォートナイトブームが来てるし、誰も BF に話題について触れてないんだよね。多分このラジオ動画を見てる人も、え、BF? ああジュースゲームみたいな人も多分いると思うんですよ。でもね、あれ面白いんだよね。BF4 の動画。もう楽しいんだよね。BF <laughs>。<laughs> 俺は BF 大好きだよ。 <laughs> あの、なんかね、くんは BF 嫌いなんだ、捨てたっていう人が最近増えてきたから、まあ、言っときますけど、俺は BF 大好きっすよ。ただ BF1 も4も H も、全部全クリしてるので、もう、日本一にもなったし、アジア一にもなったんで、全クリしてます、自分の中では。えー、まあ、たまに、なんか、だから、うん、なんだろうな、もうやりきったかなっていう風に、個人的には。あの 過去作は全部やりきったんで、まあ、5に期待プラス、まあ、5までのアップをちょっとそろそろみんなで遊ぼうかなっていう風に思ってるんで、えー、BF 見たいなって人はちょっと期待しててください、えー。9月3日ぐらいにちょっとまたやります。Twitter で告知もするんで、ぜひ。か宣伝動画みたいになってたな。はい、えー。ぜひそっちも見てもらえたらなって思ってます。どうしようかな。もう1個質問あるんですよね。実はもう1個質問あってですね。 これもちょっと読みたいなと思ってたんですよ。前のラジオ動画に付いた、えー、コメントで、えー、高三生の身ですが、えー、受験勉強驚くほどはかどりません。先日までとあるところでゲーム活動をしていましたが、受験勉強のためと言って休みをもらいましたが、これと言って勉強したかといえばそんなに、本当に大学に行かなければならないのでしょうか。 えー、確かにね、ま、学びたいことはありますが、苦労してまで、自分のしたいことを妨げてまで行く価値のあるものなのでしょうか。うん、まずこ、現代文の勉強をすべきだな。えー、っと、多分なんかプロチームではないんだけど、それに似通ったことをしてたんだろうね。うん。これといって勉強したで本当に大学に行かなければならない。まあ、大学、何もしたいものがないんだったら大学に行くべきかなって思うかな。 っていうか、うん、自分のしたいことを妨げ、まあ、それがゲームとか、なんか、その、何か、ちょっと、抜きにして考えようか、なんか、視点がぶれそうだから。うん。まあ、そうだね。 1>, 1分1秒でもそっちに咲きたいという気持ちがあるのかもしれないがんーまあ気持ちはすごくよくわかるなーなんかまあ俺もなんだろうこううんその気持ちはすごくよくわかるその俺はこっちやりたいんだみたいなその 今、やらなければいけないこととやりたいことが合致してないのって苦しいんだよね。あの、今、俺の YouTube やってて、すごく幸せだなと思うのは、やらなければいけないこととやりたいことが、割と似通ってる。もちろん、細かいところでは、その、本当はずっと、このゲームしてたいけど、このゲーム求めてる人もいるし、やら、なんか、やってみんなが、なんだい、 わあ、くんちゃんのまん、なんとかだーとかやってるのを見たいし、なんか見せてあげたいから、よし、じゃあ頑張ってやるか、みたいな感じで、ちょっと多少ズレはあるかもしれないが、概ね合致しているので、そこは不幸ではないような気はするね、今私は。でも、うーん、難しいな。なんか読んだ、なんか、これを読もうと決めてたわりに、何の答えも用意してないっていうね、今即興で考えてるっていう。<laughs> うんまあ多分でもその苦しさっていうのはうーん俺は両立できる <laughs> チャンスもあるような気もするけどなそれで勉強が手に,手につかないっていうのはダメだねでもそれはダメな気がするやめたんだったらそ自分がやりたいことを一旦妨げたんだったら妨げたことに対して失礼だよねその なんだろう今現状で勉強がっつりやりまくっててでもそれでも本当はあっちしたいんだっていうんだったらあれだけどうーんそれは逃げにな逃げだと思われちゃうから勉強もやってやりたいこともやるっていうのはできないのかなその東大を目指すとか医学部を目指すとかだったら無理かもしれないけどまあ、ぶっちゃけまあそんな そんななハイレレートじゃないレベル <laughs> 具体的に言うと国立大学ギリハイハイなんか地方国立大学目指すぐらいだったらまあゲームしてても、まあ、できなくはないとは思うかなうんもう一切ゲームをもう一切立ちましたっていうまあでも高校3年生でこの時期かあいや立たなきゃダメだなそろ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 まあダメか確か,確かに確かに確かにうーん 難しいね。難しいですね。苦しいのはすごく分かるんだが、ただ、選択肢が広い方が幸せかな、でも。かそれがダメだったってなった時に、俺には他に何もないっていうのはかなりきついよ。かなりきつい。その例えば何か自分のしたいこと、 なんんか2つぐらいいい作っとくといいんだよねでその中の一つっていうの学歴っていうのってかなり潰しが効くんだよだからみんな勉強すると思うんだよねあの学歴ってとりあえずあったらうん、まあ、すげえ失礼な話になるかもしれないけどあの東大卒でプロゲーマーやってる人っているじゃないですかあれって実際さ東大卒プロゲーマーっていうその肩書きがあるから こうみんな目が行くところもあると思うんですよ。もちろん彼は彼の活躍っていうのももちろんあると思うし、別に彼が東大卒じゃなかったとしても、そのみんなの見る目は変わってないのかもしれないけど、ただ変わってる人も多いと思うのね。え、東大卒でプロゲーマーとかやってんのみたいな。で、うーん。ただ、潰しは持っといた方がいいよね。2択ぐらいやった方がいい。その、 例えばすごいサッカーとかめっちゃ名門校とかですごいサッカー選手になりたいなってところでサッカーの道が立たれたら俺には何もないみたいになったら本当に絶望するから30ぐらい個人的に思うのは20後半とかぐらいになったら1本に絞っていってもいいような気がするのにまあ20後半だし言い過ぎかな。 25半ギリかな。一本に絞っていくのってどうなんだろう。ちょっと、ちょっとその時期はわからないけど、まだ高校3年生とかだったら、一本に絞るのは、あまりにもちょっと博打要素があるよね。それも人生だし、それで失敗して、何かを得るものってあるとは思うけど、ただ、うーん、やめたんだったら、もう活動をやめたんだったら、とりあえずやっといた方がいいかな。 あの少なくとも活動をやめて勉強もできませんみたいなのはもうゼロだからそこは自分のしたいこともやめてやらなきゃいけないこともやめてってそれもただのゼロじゃんもうそれはさすがにないねそれはすべてをぶっ壊してるからやめたんだったらやるで勉強もしないんだったらもう完全にしないっていう道を取るただちゃんとビジョンは考えなきゃダメだよね一つに絞るんだったらかなり厳しいと思う厳しい道になるはずだからすごく考えた方がいいと思うね 多分その多分考えてないと思う。あんまり考えてない。どうやってマネタイズしようか、どうやって将来の仕事にしようかっていうのって、今でも俺自分の将来とかどうしたらいいのかっていうの考えられないし、まあ、考え常に考えてはいるつもりではあるんだけど、絶対及んでない。1年後の、1年後自分が今の自分振り返ったら、多分、バカだなって思って。 とところあると思うし俺は1年前の自分2年前の自分を振り返ってみると本当にバカだなって思うから多分考えてないんだよおそらくだから考えず、でもとはいえじゃあやめるんじゃなくて <laughs> もう考え続けるしかない <laughs> もうただなんか脳死でやるのが一番悪い気がする脳死でダラダラが一番まずいな,なんか考えてどうやってやっていくのかっていうのをちゃんと設計していかないと適当にやってこう ボール投げたら当たったみたいなのを期待するのはあまくない。よな気はする。その本当に良くないなんて思うのが YouTube でもそうなんだけどなんか投げたら当たったわみたいなあのでももちろんそれもな企業とかってそういう考えでやるべきらしくてまあ俺はそんな何回もそ,そんな何かなんだろうな,な,なんか何個何個も事業を立ち上げてみたいなこうそういうことをしてる人 ではないし、した経験もないから、これはあまり大きなことは言えないんですが、えーまあ、何度もサイコロを振ったらいつか当たるよね、みたいな。もちろん、そのサイコロの出目の確率を上げるべきなんですよ。まあ、1が正解だったら、その1の目出目を増やす、みたいな。そのランダムで100分の1の確率で当たるものを何回も振っててもしょうがないから、まあ、100%当たるものって、まあ、ないじゃない。だから、まあ、10分の1ぐらいで当たる確率のものを何回も振りましょう、みたいな。 そういうのはなんかいろんな本で見てて、まあ思うところではあるかもしれないよね。だから、だから学歴って得なんだよね。その、まだ振らなくていいっていう。学歴は楽だよ。かなり楽。その、何かこう、何かに振り切っちゃう。漫画とか、声優とか、何でもいいよ。プロゲーマー、何でもいいんだけど、そういうのに振り切っちゃうと、サイコロの出目は、 1>, 1にはならない。あの、100%には間違いなくならない。だよね。あの、わかると思うけど、100%には間違いなくならなくて、何分の1か。それが10分の1なのか、100分の1なのか、1000分の1なのかはわからないけど、ただ、うん、なんかルビーが暴れてるね。だから1000分の1かもしれない。し、どんだけ頑張っても100分の1ぐらいにしかならない。それを、それのサイコロ触れるかっていう。 その夢を追いかけるっていうのはもちろん大事だし、いいことではあるんだけど、二つぐらい持っといた方が、失敗した時にケアが楽だと思う。失敗するのも一つの経験、さっきも言ったけど、経験だし、いいんだけどって話ね。別にそれを全否定はしないけど、楽ではある。楽なのを選ぶんだったら学歴。あの、学歴は楽だよ。本当に。あの、勘違いしちゃうんだよね。高校生とか、 中学生の頃、俺も勘違いしてて、大学に入ってもずっと勘違いしてて、なんか、このぐらいの、今ぐらいの年になってきてからかな、こう思ったけど、学歴って楽なんだよね。すごい楽。あの、だって、サイコロ振らなくてもいいじゃん。<laughs> あの、いや、もちろんさ、あの、センター試験とかで偶然マー,けマーク、マークシート当たったとか、そういうのもあるかもしれないけど、その、 何かの事業を立ち上げますとか、不確定要素とかだったり、未来の予想をしてるわけでもなくて、まあ、バクではないじゃん。あの、例えばそうだな、早稲田大学行きました。東京大学行きました。慶応大学行きました。どこでもいいです。いい大学、京大行きました。とかで、あの、うん、まあ、それの結果さ、失敗したってことは、 なかなか少ない。てか、むしろサイコロの出目の数を、可能性を上げれる場所だと思うのね。大学って、高学歴とかって。まあ、別に学歴がなくても、サイコロの出目を上げることはできるけど、簡単にサイコロの出目の確率を上げることができるのが学歴だと思います。あとは、まあそうだな。現代文はできた方がいいね。この,ここのコメントの、 文章を読むに多あの、編集の <laughs>、これ言っちゃうと <laughs>、これ言っちゃうと、ちょっとって感じもするけど、あえて言おうか。えー、編集の仕事あるじゃないですか。YouTube の。で、えー、YouTube の編集の仕事があるんですが、例えば、うーん、ここの演出はこれをこうした方がいいかなって言って、それが理解できない。その文章が、こう、意図を汲み取れない。 っていうのがが結構発生する気がするる気現代文が苦手な人は。その、それって大きいよね。多分プロゲーマーとかだってそうだし、漫画家とかだってそうだし、やっぱ現代文大事だから <laughs>、まあ勉強はした方がいいね。国語の勉強だけはしといた方がいいんじゃないかなっていう風な、少なくとも、あの国語の勉強だけはしといた方がいいような気がします。文章を書く。 自分の考えてることを伝えるっていう、その2点はやっといた方がいいんじゃないかなっていうふうに、この質問者の人には思います。はい、ということで、長くなりましたが、こんなところで、また、それまくったの、今日。